ご視聴ありがとうございます。リアクヤ七沢です。私事で恐縮なんですけれども、もう今年40歳になりますので、毛穴とかたるみとかシミシワとかそういうのも全部当てはまるなっていう状況になってしまってまして、ただ、まあ、子供も小さいですし、めんどくさがりなのでエステに行くとか難しいなと、困ったなって感じだったんですけど、こちらの美顔器をいただきました。ロックリーンディスコっていう商品なんですけど、このオーロラカラーがすごく綺麗だなと思って、実は私金属アレルギーなんですけど、純金メッキになっていて金属アレルギーの人でも使えるっていうことで、1台500ですごく幅広いお悩みに応えてくれるっていう、まあ、ニキビだったり乾燥肌でもオイリー肌でも混合肌でも年齢肌にもいいしっていうので、私実は結構美顔器を使ってる人なんですけど、使ってるというか買ってきた人ですね。買ったけど使ってない人で、まあ、これもこういうものも買ってたまに使ってたんですけど、特にそういうプラチナ加工とかゴールド加工ではないもので、まあ、支障はなかったんですけど、金の方が安心できるなっていうのがありまして、人体に流れる生体の電流とすごく近いっていうことで代謝をアップしてくれるっていうような、でいろいろ始める前にですね、今の肌の状態を調べたいと思います。これで肌の水分量とか油分量と弾力のチェックができるようになってますので、何もつけてない美顔器をかける前の肌ですね、調べてみたいと思います。はい、今水分量が37、油分量は24で、弾力はしかめっ面です。毛穴を開いて、今ちょっとこれ蒸しタオルなんですけど、これで温めて汚れが取れやすいようにします。ウォーターピーリングを始めます。まず十分にお顔を濡らします。私はスプレーでやっちゃいますね。やってるとまた乾いてくるので、その都度足すようにします。ボタン側が外側になるようにして、長押しをしてから1回目で、ここから外側に入れて、5分ぐらいですね。これ取れた汚れですね。ちょっと汚くて恐縮ですけれども、こういう感じで白く汚れが取れます。で取れた汚れは拭き取りまして、美容液をつけるかフェイスマスクをするということで、ちょっとフェイスマスクをつけます。今の時点でこれやっぱり顔がさっぱりした感じ、手触りもやっぱりちょっと滑らかな感じですね。ニキビとかのトラブルを防いだり、くすみが取れたり、メイクのりが良くなります。パックをつけましたので保湿モードにします。長押しして入れてから1、2、3回でモイスチャライジングになります。さっきと反対のボタン側が内側に来るようにして、内側から外側に滑らせるように持ち上げるようにします。何かしなきゃなぁとは思うことがあり、これを今回ちょっといいかなと、せっかくだしなぁと思って受け
ったのはもう一個あって、また1ヶ月後ぐらいに、これを週に2、3回ぐらいのペースで、やって、で、それで1ヶ月後ぐらいにもう一回また撮って、で、これぐらい変わりましたみたいな。2本撮ってほしいっていうことで、そういうことでもないと、なかなか継続してやるってことしないだろうなと思って、自分だけのことだと、まあ忘れちゃったとか、まあいいかになりがちなので、YouTube っていう動機、理由があると、で、まあ、人とこうお約束をしているっていう風になると、やるなっていうのもあって、いいきっかけだなと思いましたので、なので、ぜひね、まあ、3月なんですけど、4月にまたもう一回撮ってあげると思いますので、その時も、まあ、楽しみにしていただけたらなというか、まあ、1箇所あたり2、3秒でというふうに書いてありますね、滑らせるのは。マスクの方が多分楽ですよね。マスク持ってるもののなかなか普段使わないので、こういうのもやっぱりせっかく買ったので、ね、使わないかなということが思ってます。今度パッティングをします。ウォーターピーリングは結構肌に負担をかけずにピーリングができて、でしかも結構目に見えてわかるので、前に買ったやつも気になった時だけ使うみたいな感じですけど、まあ、全く使わないにはなってなかったので、それもあって、あ、じゃあ やれるかもしれないと思って、やっぱりこう顔切るのって気持ちいい感じありますね。で最後にリフティングします。電源長押しして入れて 1,2,3,4,5,6 ボタン内側でこんな感じで滑らせます。これ気持ちいいですね。マッサージ効果感じますね。いろんな美顔器買ったんですけど、はっきり見てわかんないとか、ただ当ててなきゃいけないとか、じっと当ててるだけで気持ちよくもなんともないとか、そういうのだと続かないですよね。なんかフォトフェイシャルですかね、光当てるやつとかは続かなかったですね。で一通り終わりました、こうくっつきますね。もう久しぶりにこういう肌になりました。なんかもちもちしてます。透明感とかも出てますかね。最後に乳液とかクリームでお肌を整えて終わりになりますね。美顔器使いましたのでもう一回チェックしてみたいと思うんですけど、まあ、塗りたてだとしっとりしてるのが当たり前なので、少し乾かすというか、ちょっと肌に馴染んで濡れてる状態じゃないような構成にチェックをしたいと思いますの で、その間にちょっとつぼ押しをします。この
小鼻の横にですね、まあ、ツボというかこのリガメントって言って表情筋と骨をつなぐ接着組織がありますので、ここを押します。ここが凝ってるとこうほうれい線ができるっていうことですので、これをまあしっかりねほぐしてあげるとほうれい線が薄くなるということなので、でこれ結構強めに押します。かなりで普通に強めに押すってちょっと難しいので、この人差し指曲げた状態にして小鼻の横に当ててぐっと頭の重みをかけます。でちょっとこうグリグリします。ちょっと痛いですけどね、こうやってほぐします。頬杖みたいな感じですかね。顔をうつむせにして、あの顔をうつむけて、あの頭の重さをかけながら小鼻の横をほぐします。ポイントはこのように関節を当てておくことですね。しっかりほうれい線が入ってるので痛いですけど、薄くしたいのでしっかりほぐします。ここでもツボ的に鼻の詰まりを取ったりとかする効果もあるので、鼻の通りが悪い人もおすすめのツボです。ちょっとすっきりしてきたのでこんな感じでしょうかね。どうでしょうか。側頭筋をほぐしますね。目尻のシワとか目元のたるみに対しては側頭筋をほぐすと効果があるとされますので、上下に もみほぐすというか揺らすというか、しっかり手を当てておいて、ゴリゴリしてるのでメガネかける人とかもここ凝りますね。私もメガネかけるんで凝ってます。こめかみとかこの耳の上のところをほぐすということですね。これでも結構気持ちいいと思いますよ。痛気持ちいい感じですね。あと側頭筋ほぐれにくい人は耳も硬いんで耳もほぐすようにしといてください。こう引っ張るだけでもいいです。引っ張ったりこう潰したり前に持ってきたり、耳は手頃に簡単にできて難しいところがないので適当に揉んでても結構目の疲れを取ってくれたり肌を明るくしてくれたり、まあ、全身にもいいとされてますので手軽にやってみてください。最終的なチェックをしてみたいと思います。水分が 49%、 油分が 32%、 顔はにっこりって、まあ、弾力はにっこりということでだいぶ上がりましたね。やっぱり顔もすっきりしてます。はい、まあ、ちょっとね全部の工程やるのは大変なのでやらないって言ったらですけど、ちょっと難しいかなって感じですけど、まあ、ウォーターピーリングとかだけでもとか、まあ、あと最後のリフティングが気持ちよかったのでリフティングとか、まあ、なるべくどうにかね週に2回ぐらいは時間を作ってちょっと続けてみたいと思います。そして1ヶ月続けた結果がどうなるのかどうなったのかというのを、まあ、見ていただきたいなと思います。比較の写真も撮って、皆さんの参考になったりとか励みになったりすればいいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。 See you.